大丈夫王子様、まだ始まったばかりだよ。少しは回り込んだりしろよ。かわいそうに、もうヘトヘトだな。でもさ、絶対に許さないからね。奇跡はまだ起きないのかな、王子様。でも、あなたから彼を奪ってしまったこと、私は後悔していません。こんな私を、あなたはきっと憎んでいますよね。奇跡を信じてってのが、君の口癖だったね。だけど奇跡なんて、ないんだよ。決まりだ。こんなのは偶然だ。奇跡とは関係ない。